これはね、住吉大社の跡、そのままの、状態です。こうやってね、お客様来られた時にこうやってショーケースを広げたいというふうに思っています。それでそのショーケースを片付けるのは、いつもはこの場所で、この場所が、定位置です。定位置です。そしてね、感じになります。ちょっとね、この棚上に15センチで上げました。イベントね、あるときはね、これをこのままね、天板、これは蓋です。外して、これをそのまま持っていきます。イベントに行くときはね、こんな感じになります。こう置いて、天板を出してですね。これはね、一応の、固定、中でね、しっかり固定できるので、この状態で全然 OK なんです。ここに閉じて、で、これを、自在石の章のところにこうやってぴったりと収まります。そして、これをね、文房具とか、梱包用のやつですね。これをここに入れて、こうやってしまうことができます。以前はね、こう順番逆でね、ここのとこ、結構きつかったんですけどね、すっきり出しやすくなりました。向こう側にはね、自在石の台と、それから、重機がね、並ぶことになっています。で、こっちが、ちょっと慣れてないんでね、出し、ちょっと下手ですけど、こうになるんですが、イカさんみたいですけどね、この横を置いて、で、これをね、止めます。今では止めて、これをここにね、ちょうどに作りました。ここにこう入れます。で、こう入れて、で、これをまた入れて、で、ここにね、テントの足のブロックとかを置きます。そして一旦ここにも蓋をします。で、ここにね、テントとか重機を置くことになります。ありがとうございました。